皆さんこんにちは、原田博之です。原田博之の語り引きライブアンコール気分、なんとなく夏が静かに夏が近づいてきている感じと梅雨だっていうこうじとじと感があるんですけども、6月に、なったんですね、ジューンブライドということで結婚式のために書いたスイートという曲ね。約束を交わすよ、苦しみも楽しみも分かち合えるように。守られてきたこと、ここまで来られたこと、大切にできるように。スイートという曲でした。この曲で新郎新婦が入場するっていうね、そういう曲だったので、ずっとこう歩調を合わせながら曲に進んでいくっていうね。で、ちょうど着く頃に終われるように、こういつでも終われる曲っていうのを作ったのを思い出しました。もう一曲、僕マッドピエロっていう映画がすごい好きで、ゴダールの映画なんですけど、何回も曲のモチーフに使うことに後になったんですけど、見た後にね、正気のピエロというセインピエロという曲を、書きました。その曲を聴いてください。夏の日差し、昼下がり木陰へと逃げる波の音は、眠りを誘う美薬。僕ら何かから逃げるように、
車を海へと走らせてた。泳ぎついた浮かぶテトラポットの上で沖を滑る小舟目で追いかけて、いつかこの海を渡ろうよ、自由を夢見てピエロが言う。南風が運んでくる今はなぜか怖くないね。一日だけの逃避行、南風が運んでゆく僕らの街の出来事も今はなぜか怖くはないね。セインピエロという曲でした。また、来週も頑張りたいと思います。どうもありがとう。おまけのコーナーになりました。ちょっと先生シリーズを始めたら止まらなくなりましてですね、石田先生という女の先生、体育の先生なんですけど、ものすごく卒業生の世話みがいいっていうね、学ぶべきことだなと思って、卒業させてからが初めて関係が生まれるんやでってよくおっしゃってるんですけど、大先輩石田先生というサウンドロゴです。素敵なママは強いママ、グルメでスポーツ万能な石田先生は、体育の授業の時にも時々ママの顔、卒業しても温かく教え子導く男前石田先生が、本気で怒った時には時々パパの顔、こんな失礼な曲を作ってみました。同僚の先生がね、パラダイスをすごく応援してくれたので、先生の歌がたくさん生まれてしまっているということでございまして、今日は石田先生、女性の体育の先生の歌でした。どうもありがとうございました。またまた。